ール航空でバリ島行きます。一番端っこや。まあまあ人いるよね。人いるよ。あ、ルータンザも一緒なんや、シンガポール。こっちサーライアンスゴールド。シンガポールチェックインしたので、今から出国。まあまあ並ぶの、これすごい、なんかレーンが増えてる。こんななかったよね、前。なんかすごいレーンが増えてる。ぐにゃぐにゃしに行きます。出国しました。どこ？出口のすぐ横にあるの。そっちやろ、いつも行くとこ。てかこっちしか多分まだ空いてません。ラウンジへレッツゴー。こんな感じ。ただいまの羽田空港、この前と全然違う。この前ここ電気すらついてなかった。クリスマスだ、クリスマス。飛行機だ。空いてるやん、いつもの席。いい天気今日。フレンチトースト、朝ごはん限定。美味しそう。空いてる。いっぱい空いてる。いっぱい空いてる。空いてる。手すごい並んでる。あ、レジ待ち？すごいね。すごいすごい。めっちゃ並ん
あ、コーヒーやって、すごい。みんな別に移動します。ちょっと違うね、ここが。これはボーイング787。さっきはエアバスだ。見せるのをチラって見ただけでチラで終わったなんか YouTube で調べてた椅子に座ってどうのこうのとかなくって立ってる人にピャって見せてはいどうぞって感じでいやでもあの
こうやって見ましょうと。あ、2枚目やったからか。イエーイ、入国いたしました。あ、るいちゃんぽあ、そうだ、荷物だ、ソーリー。荷物、荷物何？お、こっちって言われたけど、何やろ。あ、スキャン。え、荷物スキャン、絶対正解がスキャンあれ違うわ。これないわ。あ、まあ、いい意味、いけ、逆や。あ、ラッキー。向こうから行ったらやられる。あ、ラッキー、出たわー、バリだあれ、こんなグニャグニャしてたっけ。バリだ、バリー。